はい、で皆さん見えますでしょうか、岐阜城の後ろとはいかないんですけれども、岐阜城の真上にはほぼ半分欠けている月が綺麗に見えています。さあ、私はですね、今先ほどの場所からおよそ南に1キロ離れた公園に来ているんですけれども、あちら奥見えますでしょうかね、非常に多くのカメラマンの方がですね、今集まっていまして、岐阜城とこう月食のコラボを撮ろうと非常に多くの方がいらっしゃっています。で、先ほど2時間ほど前の長良川の河川敷ではですね、月食が始まる前の満月が岐阜城にきれいに重なる様子を見ることができました。綺麗だね、これ最高ですね、はい、ただ私いろんなところを回ったんですけれども、こう月食と岐阜城が重なる様子は今まだ見ることができませんでした。離れちゃうから、ね、でも皆さん安心してください、はい、先ほどの VTR にも出演されていたカメラマンの亀山さんから特別にですね、お写真をいただきました。それがこちらです。わかりますかね、岐阜城の後ろ側にですね、下が少し欠けた、はい、月食されている月が綺麗に収まっているんですね。非常に綺麗です。どこから撮ったんですか。はい、神山さんありがとうございました。ありがとうございます。で今ですね、こちらの公園に集まっているカメラマンさんにお話を聞くとですね、この後月食が進んで皆既月食となった岐阜城、皆既月食とその岐阜城を一緒に収めようと、さらなるまたベストスポットに移動されるということでした。